ドッジボール、ドッジボール、ドッジボールは、子供の顔くらいの大きさのボール。多くは、バレーボールなどを使い、相手の頭部以外の体にボールを当てるスポーツ、またはゲーム。多くは二つのチームに分かれて、大人数で行う。漢字では、飛球と表記する。主に小学校などで多く行われている。日本ドッジボール協会、ジャットバが設立されるまでは、スポーツというよりも、 遊びの一つとして存在していた。そのため、様々なルールが各地の子供たち独特の感覚で決められ、近所の小学校であっても微妙な違いがあるなどした。ドッジボールの名称は英語のダッジ、素早く身をかわすから来ている。日本ドッジボール協会によれば、発祥はイギリスという説もあり、原型は1900から40年頃であるとされている。1909年。 明治四十二年、カニ特と坪井言動によって、円形デッドボールという名称で本に初めて紹介されたと同協会はしているが、実際にはカニと坪井がドッジボールを伝えた同年観光の小学校運動遊戯にはドッジボールと書かれている。同書に掲載のルールは四種類あり、次の通りである。ルール一等の名称は説明のために便宜上つけたもので、 小学校運動遊戯中の表現ではない。カニトクは1913年、大正2年に矢島小にと協調でデッドボールのルールを紹介している。この頃にはデッドボールという名称が一般的であった。1917年、大正6年に長井同盟が法径のコートを伝えた。長井はドイツ・ベルリンの小学校でたまたま子供たちが 楽しそうに方形のコートで行っているのを見かけ、これを伝えたのであった。ベルリンの小学校では室内競技として行われていたが、長井は日本の国情には屋外の方が適していると考え、屋外競技に変更した。またことあるごとに講習会や実地授業などの場で指導し、普及に努めた。さらに二度目の欧米外遊の際に、さらなる研究を行い、 日本に帰国後、自身が会長を務める東京府体育研究会で1年4ヶ月かけて義を重ね、1924年、大正13年にデッドボール競技規定を制定、防御側の選手がボールを受け取ることができるルールに改良した。こうしてドッジボールは日本独自の球技となり、この意味ではドッジボールの考案者は長い同盟ということになる。 東京二体育研究会の制定したルールは次の通り。1926年、大正15年5月、学校体操教授要目の改正に際し、大谷武一はデッドボールと呼ばれていたこの競技をドッジボールに改名した。また、かに、坪井らが伝えたものを円形ドッジボール、長井が伝えたものを方形ドッジボールと呼んだ。なぜ大谷が、 ドッジボールに改名したのかは不明であるが、デッド、デッドイコール死という語から来る、危機感、現代風に言えば言葉狩りであるという説がある。理由はともかく、後世には、デッドボールではなくドッジボールの名が残ることとなる。1937年、昭和12年発行の佐々木人氏著学校球技では、飛球、ドッジボールとして掲載されている。この中で飛球の教育的効果は、 共同の精神と共同の動作とおれんまし、体の敏少さを増し、相手の動きに対する判断を正確にすることと述べられている。同書の中で、佐々木は円形飛球を小学3.4年生向き、方形飛球を小学5.6年生向きとし、首から上に当ててはいけない。初心者のうちは人に直接当てず、地面にバウンドさせて人に当ててもよい。 熟練したら内野の人がボールを受け止めても良いというルールを紹介している。ボールを強く当てすぎて怪我をしないように顔面や肩から上などに当てることを禁止し当たった場合はノーカウントとなる場合もある。いわゆる顔面セーフルール。ボールを2個使用するダブルドッジというものも存在する。ダブルドッジでは相手から投げられたボールを自分のボールに当てて跳ね返した場合、 政府とするルールも存在する。ボールの代わりに、ドッジビーと呼ばれる柔らかいフライングディスクを用いることがある。これは、顔面に当たっても痛くないことや、強く投げても速度が遅いために、老若男女が混合したチームでも、ハンデなしで試合を行うことができる。コートを2分せずに長方形のコートをそのまま内や、その外側を外野とする、中の手というドッジボールの足も存在する。 基本的に、ファールを犯した場合、相手ボールになる。また、下記、炎の投球時どっち団体らの内容をもとにした、スーパードッジボールルールもある。主な相違点は、といった、攻撃的で短期決戦のルールに改められている。投球の漢字を当てることで、攻撃重視を強調している。なお、投球とは本来ラグビーの訳語である。ところによって、5回当てられると、 プレイができないなどのルールがある。フェミニストのかつべ気が、ツイッターで、ドッジボールを学校でやらせるのを早く禁止するべき。他人にボールをぶつける野蛮なスポーツであり、いじめにもつながりやすいことを考えれば、義務教育で全員参加させるべきではない。暴力性が強く、運動が苦手な人は恐怖心に苛まされるし、いじめにつながることも多いし、実際に、 課外精神で相手にボールをぶつける人も多く、子供の心に大きな傷を与えるものと投稿し、インターネット上で賛否両論を読んだ。実際に2019年、平成31年、令和元年現在の日本では、いじめにつながるとの理由からドッジボールをよする小学校が存在し、ボールを転がして当てるコロコロドッジボールに切り替えた学校もある。また同年には、 カナダのブリティッシュコロンビア大学の教授が非人間的で人間に害を及ぼすとして教育の場からドッジボールを廃止すべきとする論文を公表した。なお、ドッジボールを日本に伝えた一人であるカニトクが著者に入っている理論実際競技と遊戯ではボールを強く投げることを禁止しなるべく軽く投げるよう注意すると注意点を挙げている。5、おさむき。